月9だよ、全員集合。宝くじの当選発表か、あったなそんなの。え、嘘、当たってる、ヒットだ。スピーヒュルヒュルヒュル。あの時勇気を出して買ってたら本当に当たったかもしれないのに。これ何かの暗示だったかもしれないのに。スイちゃん、次の問題はこれです。今雪山で異変が起きています。今スキー場や山間の観光地では餌を求めて山を降りてきた猿による被害が多発しています。あ、猿がホテルの部屋や車からお菓子を持ち出して道路で食べています。お菓子なんて最近私だって食べてないのに。サルメン、おのおの来週の遠足の準備は忘れないようにな。それとおやつは300円までだぞ。300円はないよ。先生のがそうだね。先生、バナナはおやつに入るんですか。まったくもって、そんな上限金額を設定されたって使い切らないっていうのよ。繰り返し使ってきたノートももう寿命かな。今はノートも買うと高いし、確かお姉ちゃんがいくつか持ってたはず。お姉ちゃん、このノート使ってもいい？使っちゃダメよ、そのノートは。なんで使っちゃダメなの？使ったら価値が落ちちゃうじゃないの。は？ノートなのに？なんで使えないものを買ってくるのよ。こういうものは所持したり眺めたりして楽しむものよ。その感覚が全然わかんないんですけど。もう、そうね、わかりやすく日陰ちゃんの身の回りで言うなら、ん？むむ？もう無理に例え話持ち出そうとして突っかえるのやめない。むむむ、もういいって。あれ、どうかしたの？今日宅配便が届いてるはずなんだけど、まだなのかしら。それならもうとっくに届いてるよ。受け取ってくれたの？ありがとう。どこに置いてあるの？え、返品したよ、同じのあったし。あれは2本目なのよ。は？1本あれば十分でしょ。1本で十分なんて。1本目は鑑賞用、2本目は保存用、3本目は布教用じゃないの。は？全然意味わかんないんだけど。マスターあるでしょ。マスター？宮川家の空腹。負け組なんて言うけれど、必ずしも不幸せとは限らないの。白いお米を噛みしめる、噛みしめれば噛みしめるほど消化酵素。燃やしたな半端ないわね。なんか昔工事中とか言ってごまかすことがあったらしいけど、それを上回る放送事故じゃない？これ。あら、日陰ちゃんかなりディープなこと知ってるのね。知らず知らずのうちにお姉ちゃんの趣味に染まってこうなっちゃったんです。あら、それはいいことね。こんな豆知識いらないから人並みのアニメにしたいよ。